はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、水分補給、水についてですね、引き続きお話しさせていただければと思います。本日でですね、水については一旦これで締めっていう形でできるかなっていうふうに考えています。はい、最後にですね、どんな水を取ればいいのかっていうお話をですね、させていただければと思うんですけども、今までは本当に水分補給の大切さっていうところですね、どのくらい取ればいいのかとかですね、どういったものは水分に含まれるのかとかっていう話をずっとさせていただいたんですけど、最後にですね、やっぱりですね、水の質っていうところのお話もですね、させていただければなというふうに思っています。やっぱり水すごく大事ですよね。そこでお水を買われてる方っていらっしゃるじゃないですか。ペットボトルでですね、入っているお水をこうまとめ買いで買われてる方とかもいらっしゃいますよね。今はお店だけじゃなくて自宅用にもこうウォーターサーバーででっかいサーバーでこうゴーンって入れてですね、そこでこう水を出してですね、飲まれている方もいらっしゃいますよね。でそういったところで、それって本当に必要なんですか？本当に買う必要ありますかっていうお話をさせていただければと思います。はい。ミネラルウォーターを買う必要はあるのかっていうお話ですね。はい。でですね、まずこのお話をする上でですね、一つ皆様に知っていただきたいところなんですけども、水っていうのはですね、本当にいろんなものが含まれているんですね。純粋なこう精製水っていうのは存在しないんですよ。よくミネラルウォーターってミネラル、カルシウムとかマグネシウムが入っているお水っていうところが売ってる水としては多いですよね。硬水って言われる水ですよね。はい。で、そこでですね、水の安全基準っていうところがですね、出てくるんですけども、国がよく定めている安全基準っていうところで、水の中にですね、含まれている害のあるものっていうところで、例えばですね、フッ素だったりとかですね、ヒ素だったりとか、ヒ素ってなんか聞いたことありますよね、毒の。はい、カレーの事件とかありましたよね。ホウ素とかですね。あとは、鉛とかですね。これ、水道管、古い水道管にこう、入ってしまう、錆びていたりとかですね、そういったところで、体に害の与えるようなですね、ものの安全基準っていうのがあるんですけども、こういったものの安全基準っていうのはですね、水道水の安全基準っていうのはまずありますよね。はい、水道水の安全基準と、こういう市販のミネラルウォーターの安全基準っていうのは、実は違ったりするんですよ。これご存知でしょうか？はい。実はですね、この水道水の安全基準の方が厳しいんですね。そうなんです。厳しいんですよ。ってことはですね、もしかしたらですよ、すべてのミネラルウォーター、売ってる水がすべてとは言わないですけど、こういったところが、こういったものがですね、含まれている可能性もあるっていうことをですね、まず皆さんに知っていただきたいんですね。なので、水道水の方が安全基準は厳しいので、安全な可能性が高いっていうところなんですね。はい、まずこれが一つです、はい。で、第2位ですね。やっぱり入れ物なんですね。入れ物です。これがですね、すごく大事になってくるんですけども、要はミネラルウォーターとかですね、ウォーターサーバーですよね。市販のものっていうのはですね、安全基準の他に、こういうですね、入れ物、要はプラスチックの入れ物ですよね。ペットボトルの入れ物っていうところがですね、やっぱり一度開けて一気に飲むわけじゃないじゃないですか。ちびちび飲みますよね。そこでやっぱり口をつけるところで、やっぱり雑菌が繁殖しやすいんですね。はい。雑菌が繁殖しやすいです。なので、衛生面でおいてですね、衛生面で考えると、やっぱりこういう市販のものっていうのはやっぱり劣るのかなっていうところも私は考えています。要はペットボトルこうそれにまた大きなウォーターサーバーにちっちゃなペットボトルに入れてまた飲まれてる方いらっしゃいますよね。あれってやっぱり最悪ですよね。あそこにやっぱりこう雑菌が繁殖しやすくなりますから、そこで体調崩してしまうっていう可能性もあるわけですよね。
でやっぱりウォーターサーバーっていうところも、じゃああのボトルに直接口はつけないかもしれないですけど、やっぱりこう出すところありますよね。こうレバーをやって出しますよね。あそこっていうところもやっぱりあそこは取っ換えないじゃないですか。あそこをこう細かく掃除されてる方ってなかなかいらっしゃらないと思うんですけども、ああいったところにやっぱり雑菌がたまりやすいっていうことが言えます。かつ、まあ、市販の水ですから安全面もどうなんですかっていうところなんですね、はい、そういったところで私は実際のところこういう水って買わないんですね、はい、じゃあどうするのかっていうところで、水道水っていうのはやっぱり塩素の問題とかはありますよね。塩素、やっぱりこう塩素とかカルキ臭いとかよく言うじゃないですか。あとはやっぱりですね、鉛っていうのはあります。水道管が古いところですね。こういった問題をですね、やっぱり解決するためには、あの浄水器ですよね、浄水器使ってください。で浄水器もですね、やっぱりこれについてお話し出すと結構深いのでですね、なかなか難しいんですけども、まあ、あのそれなりの値段がするもの、もう今回はちょっとざっくりお伝えしちゃうんですけど、それなりに値段のするもの、だいたい2000円とか3000円くらいするようなものでしたら、しっかりですね、こういったものはあの除去してくれます、はい、なので私の結論をお伝えすると、まあ、水道水をしっかり浄水器で浄水してあげるのが一番いいと、あの一番いいというかですね、まあ、落としどころなのかなっていうふうに思っています。もちろんですね、家のですね近くで自然の湧き水が出ている方、それが一番いいですよ、はい、あのそこが一番いいと思います。でもですね、市販のミネラルウォーターを取るっていうことはやっぱりこういったリスクがあるんですね。基準が低い、あと衛生面的にもどうなんですかっていうところのリスクがあります。それでしたら水道水をですね、あの安全基準っていうのが一応ありますから、それに対して浄水をしてあげて、かつ最後大事なことです、ボトルですね。ボトル、前の動画でも私あのお話ししましたけども、やっぱりこういうステンレスのボトルだったりとかですね、こういったものはやっぱりボトル、ペットボトルっていうのは傷がついて、やっぱり傷がついてそこに雑菌がたまりやすいんですよ。こういうステンレスっていうのはやっぱり傷がつきづらいですよね。で衛生面っていうのはすごくいい状態で保ちやすいです。しっかりこう掃除してあげればですね、はい、なのでボトルで、ペットボトル、プラスチックのボトルでもあの BPA フリーっていうものをですね、見ていただくといいと思います。 BPA フリー、これはまあ、 あのプラスチックの中でもそういったこう硬いプラスチックですよね。そういったところでこう熱にも強かったり、溶け出さなかったりとかですね、プラスチックが溶け出さなかったりとか、あの傷がつかない、傷がつきにくいっていうものになるので、ペットボトルを使うんではなくて、こういう BPA フリー、まあ、あのナルゲンだったりとか、そういったもののボトルですよね、使っていただくとあのいいと思います、はい、そういったところでですね、まあ、ミネラルウォーターは買う必要はあるのかっていうですね、お話においてですね、私はまあ水道水をしっかり浄水してあげる、湧き水があれば一番いいですけどね、市販の水は買う必要はないんじゃないですかっていうお話をですね、今回させていただきました、はい。まあ、水についてですね、本当に一番の理想っていうところを突き詰めると、なかなかこうキリがないところはあります。でも今の環境の中でどういったリスクがあって、どういう方法が一番こう落としどころなのかっていうところをですね、理解していただけるとあのいいかと思いますので、もしご質問等あればですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、あのぜひご質問ください。あの本当に深いお話ですので、あのぜひぜひご質問お待ちしております、はい、またですね、まあ、これからも、まあ、健康な食生活、体を健康に保つためのですね、あの情報っていうところを日々配信しておき、いきますので、ぜひですね YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。